今回はサンリオショップに行ってサンリオキャラクターズ花火2024を5回引いてきましたので結果をご報告します最初にサンリオショップに行く前に見つけたガチャからご紹介しますそれがこちらサンリオキャラクターズふわふわフェイス巾着全6種ラインナップはハローキティマイメロディ黒身ハンヨドンシナモロールポムポムプリンの6種類になりますで今回は2回やってきましたカプセルをトントして出していきます で、今回出たのは2つともクロミちゃんが出ました。こちらが正面。で、後ろ。中はこんな感じになっています。こちら、高さは13センチ。横も13センチあって、まちは6センチとなっております。クロミちゃんの顔は刺繍になっていて、ドクロリボンはフェルトでくっついています。耳の部分もフェルトになっています。で、巾着なので紐を引っ張ると、こんな感じになります。 ということで気になったガチャサンリ両キャラクターズふわふわフェイス巾着をご紹介しました続きましてハッピークジサンリ両キャラクターズ花火2024を前回と同じく5回引いてきたので結果をご紹介していきますと今回も前回と同じく数字が大きい順からご紹介していきますそれでは1回目と2回目同じショーだったので一気にご紹介しますそれがこちら38番リトルツインスターズと33番黒身のコンパクトミラーショーが当たりました リトルツインスターズのキキとララはこんな感じ。今回の花火2024ラストワンはリトルツインスターズのぬいぐるみとなっています。続いてクロミちゃん。ドクロもウィンクしちゃっております。開封は前回しましたので今回は紹介だけとなります。ということで1回目と2回目はコンパクトミラーショーでした。で続きまして3回目。こちら。24番クリアポーチショー。クロミが当たりました。早速開けてみて。 中には商品紹介の用紙が入っています。ポーチはこんな感じ。三角形のポーチになっています。後ろにボタンがあるので外してみると全部開くことができて大きい三角形になります。で、閉めるときですが右を先にして閉じていくとボタンが届きません。なのでボタンのある左を先に閉じて続いて右。で、右は穴が開いていますのでボタンを通して位置を調整した後下のボタンを持っていくと 閉じることができますで、こちらチャームがついています大きさから何を入れようかなって思ったりもしておりますがとりあえず家にあるクロミちゃんのコーナーに置いておこうと思っておりますということで3回目24番クリアポーチショークロミちゃんでした続いて4回目こちら7番フィギュアショポムポムプリンが当たりましたパッケージから出してみるとこんな感じ正面と横後ろでまた横 持っているステッキの先にはプリンが載っています。着ている服の柄は花火の柄になっています。で、台座の方をつけていきます。ポムポムの位置はちょっと前になっています。とこちら、台座の下側を見ると7番、ポムポムプリンと書いてありました。細かいところまでしっかり作られています。ということで、4回目、7番、フィギュアショー、ポムポムプリンでした。それでは最後の5回目、ちなみにクロミちゃんではございません。 それでは5回目こちら5番フィギュアショーハンギョドンが当たりましたパッケージから出してみるとこんな感じリりしい顔したハンギョドンとなっておりますで正面横後ろでまた横ステッキの先はナルトになっています先ほどと同じように服の柄は花火の柄あとはナルトになっていますで台座をつけてみるとハンギョドンの位置はちょっと後方前の方にスペースがあります で台座の下側には5番「ハンギョドンと書かれてありましたということで5回目は5番「フィギュア賞ョドンでしたで最後にご紹介になりますがサンリオショップで6月20日から2024年サンリオキャラクター大賞応援ありがとう感謝祭を開催しています2200円を買うごとに感謝状カードが1枚もらえますで今回9時で2200円以上になったので1枚いただいてきました早速開けて で、こっちからではなくて逆からがいいと思うので反転して。では、出します。と、なんと、黒美ちゃんの感謝状が出ました。半透明で結構おしゃれた感謝状になっています。結構今回の動画、黒美ちゃんが出てくれた感じの動画となりました。ということで、今回はサンリオショップに行ってハッピーくジサンリオキャラクターズ花火2024を5回引いてきたので、結果をご紹介してみました。 また次回もサンリオショップでお買い物した時には動画にしたいと思っておりますのでお時間ある時にでもご視聴ください。